はあ、俺がこのポケモン界の神になってからもう1年か。結局俺がチャンピオンになってから一人も俺を倒すことはできなかった。もう俺を超えるトレーナーなんて二度と出てこないと思っていたんだが、どうやら俺に弟子入りしたいというシャカリキボーイが2人そろそろ来るはずなんだが、どこにいるんだ？シャカリキでーす。シャカリキお前らか。俺を超えたいという伝説のトレーナー志望は。じゃあ君たち、まあ、おのおのポケモンを持ってると思うから、まずはそのポケモンを見せてもらおうか。吸血鬼、君のポケモンがアシマリかい？アシマリちゃんです。オスです。でこのちょっと汚いおっさんみたいなやつは君のポケモンはどれだい？僕はこちら、やはり火属性の人影。もちろんです。火が消えてるじゃないか。いやいや、マジで。ちゃんと育ててるのかね。ついてるよちゃんと。人影はお前、火が消えたら死んじゃうんだぞ。そんでもって、まあ、チャンピオンである俺のポケモンがこれだ。見てくれ。なんかちっちゃくないっすか？なんかちっちゃいね。なんかバグってね、お前のキモリ。はい、ということでね、じゃあ早速ポケモンモッド、これがねどういったゲームなのか簡単に説明していきたいと思うんですけど、まあ、本作のねポケモンと戦闘システムとかその辺は全部同じで、まあ、大きく違う点はシンボルエンカウント。なんといっても、まあ、このようにポケモンが、まあ、でも言うてガラル地方でねワイルドエリアが追加されたことによって、まあ物珍しいあれじゃなかったんですけど、見てくださいこれ、石つぶてやワンリキーがこのようにマイクラの中にねいると。でもってこいつらに向かって R ボタンで、まあ、戦闘を挑むことができるんですけど、まあ、本作のポケモンと違ってここ相手普通にレベル高いんで、あ、5レベルワンリキー、ちょカフェこれ戦ってみなよ。おい、強っ。強くない？さあ、じゃあカフェイン VS ワンリキー、なんかすでに空手チョップが急所に当たって殺されそうなんですけど。5レベルって嘘じゃん。これカフェあれじゃないの、火の子とか覚えてないの？ひっかくと鳴き声しかないっすね。それ、いや、お前ワンリキー捕まえてみたい、見ないか？いける？モンスターボール。そう、この状況を打破するにはもう多分お前が火の、お前がひっかく急所に当てても倒せないから、やっぱ捕まえるしかねえよ。来た、モンスターボール。なりました。さあ、貴重なモンスターボール、初めての、お、まさかゲットした。ゲットした。やっと。そう、このようにまあね、今モンスターボールね、みんな6個ずつ、俺とキューちゃん6個、カフェだけ27個持ってるんですけど、うん、こんな感じでポケモンも捕まえて、まあ、育てて、君たちにはね、まあ、僕を超えてもらおうかと。一番最初の目標、まあね、いろいろと伝説のポケモン捕まえたり、まあ、おのおの好きなポケモンを捕まえたり、色違いのポケモン捕まえたりと、まあ、ジムリーダーとかもいるんで、それを倒すのもあるんですけど、君たちの最初の目標は、まあ、一応ね、この中だったら一番僕はポケモンの知識、バトル知識はあるので、ちょっとうろちょろしないでもらっていいですか？あ、すいません。聞いてもらっていいですか？君たちには、もうこのチャンピオンである MKR を超えてもらうよ。まあね、このシリーズは頑張ってもらいたいと思います。君たちの成長物語ですよ、本当に。なのでちょっと気合を入れてやってもらおうかと。なるほどね。カフェ、お前の人影脱走してない？いや、僕ゲット持ってるはず。え、た、え、俺の人影かもね。 あ、違う、お前10レベルの人影。やば、ちょっと小さいわでもそいつ。このように、あの御三家もちょっとレアなんですけど、たまにね出没するということで、カフェがせっかく選んだ人影はもう上位互換がここにいると。で、ちょっとね、さっき一瞬見えたんですけど、こっち来てください。左下になんとかなんとかリスポーンみたいなのが出た時があって、それが幻のポケモンが出る合図、見えますか皆さん、あそこに。あ、いる。なんと炎柱煉獄さんです。そんなすぐ出てくるんです。煉獄京十郎さんです。まあでもこんな出てくるんですけど、まあ、今70レベルって書いてあるんで、まあ、どうあがいても勝てないと。まあ、一応モンスターボールとか投げることできるんですけど、まあ、弾かれて無駄になるんで、この円ってちょっとちっちゃくてお座りしてくて可愛いですね。このゲームポケモンによって小ささ大きさ本編と違う点で、そのサイズっていうのがあるんで、俺のキモリとかね、これ小さいサイズなので、まあそことかも最小とか最大のやつゲットしていったらいいんじゃないでしょうか。やばい、果敢に挑みに行った。でカフェちょっと体力削れてるから、こっち来て。おいす。まあこれね、村がいろいろと設置されていて、そこにねフレンドリーショップとポケモンセンターもちゃんといるんですよ。でこれ街中にポケモントレーナーいるから、まあ、接触しないように気をつけて。さあこっち、こっち、ポケモンセンターの中で、まああのかの有名なね、これジョイさんが待ってくれているんですよ。そこ右クリック、かけてね。そこ右クリックしてて、ほら、これでそう、お前のワンリキーと人影が回復したと。おお、
ということで、じゃあ今回のパートの目的なんですけど、まあね、最初記念すべきパート1ということで、はい、まずは自分のね、相棒ポケモン1体捕まえよう。まあその御三家、この今持ってるやつにプラスアルファで相棒ポケモンを1体捕まえる。まああとはレベルを上げる。そんでもって最後にちょっとバトルするか。最初お前たちのあれがどの程度なのか。ちょっと待って、なんでお前の足回りもう7レベルなんだよ。ちょっともうな、戦ってきちゃって。あーまあ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 、まあ、ずるいぞ。まあ、とりあえずレベル上げと新しいポケモン見るために散策しましょうか。 OK です。はいはい、ということでね、じゃあまあ初心者の第一歩、常盤の森行きましょうか。あそこに見えるあのね、まあ、キノコバイオンみたいになってるところ、あそこ、まあ、やっぱ初心者に優しい草ポケモン、虫ポケモンがいるんじゃないでしょうか。時はの森か、あれが。なるほどね。ちなみにカフェはお前もうワンリキ捕まえたからダメだよ。なんでだよ。相棒ポケモン決定。相棒ポケモンお前ワンリキだよ。選ばしてくれよ。でこのポケモンモッドは通信交換という機能があるにはあるんですけど、作るのなんかシステム作らないといけないんで、君のワンリキは怪力には進化できないと。通信交換進化なんでね。終わりやんけ。じゃあちょっと各々、じゃあなんか好きなポケモン見つけてきたりレベル上げしたりしてみてください。いいっすね。はい。野生の11レベルのトレーナーに話しかけたらさ、カブトプス出してきたんだけど、11レベルのやばい。カブトプスだったらワンチャン4倍弱点で勝てるのかこれ。あー、いや、ギリ耐えた。これ揚力層込みの4倍弱点いった。おー、え、アバゴーラ、ちょっと待って、とんでもないあれに見つかってしまった俺。けど、こいつを倒せば、え、君たち、あ、メガトリン覚えた。君たち今レベルどんなもん ?8。カフェは8。やっぱここでもうチャンピオンと素人トレーナーたちで差が開くんだろうな、もうこういうところから。もうこの5分、10分やった段階でここまで違うとは。な、何レベルっすか？僕 ?14 っす。は？え？チートやろ。あ、でちなみにアイテムこういう風にね落ちてるから、モンスターボール上でこう拾うと技マシンとかね、うん、ダークボール、あ、ダークボールいいじゃんこれ。へえ。夜ね捕まえやすくなるっていう。普通に買おうとしたら1000円。この世界のお金めちゃくちゃ重要だから。お、マジ何と戦ってんだキューちゃん。コフキムシ。じゃあこの辺りで一回、まあ、2人のポケモン見せてもらおうか。キューちゃんの足まりが、うん、まあ、10レベルとで水鉄砲を覚えている。11レベルになった。お、いいね、見せてみな。おいや、まあ、あの待ってください、これだけじゃないんですよ。私足回りだけじゃないんです。え、捕まえました。何、うん、紹介します。ジャラコです。ええー、どれですよ、初めて。お前、まあ、それはずるいだろお前。どこにいたんだよこんなやつ。どうですかジャラコ。これね、まあ、塾帰りの少年カフェイン君に向けて説明すると、まあポケモンには600族という、うん、とんでもなく強いやつらが存在するんですけど、あの、アローラ地方第7世代の600族ですね、彼は。は？強いやつじゃん。しかもすでに15レベっていう。もう何で捕まえたんだよこれ。モンスターボールで捕まえました。弱らしたのちゃんと。そう、フェアリーボイ、あの、チャームボイス覚えてたから足回りが。あー、そうか、4倍弱点。そうなんです。カフェ、あれ、あいつはお前のワンリキは、おったかな。おらんくなることある。育ててやれよお前なんか。貧弱、かわいそうな顔してるよ。メインのやつ必死なんだよ俺は今。じゃあちょっと俺もまだメインポケモン捕まえてないから。お、待ってみんな、あー、そこにほら、これバタフリー。あ、すごい綺麗だ ね。ほら、都合よくピジョンがお前挟まってるぜ。これ16レベルだぞお前。これお前勝ったら一攫千金だぞ。もらいます。お前人影の力見せてやれよ。まあ、ひどく覚えたんでね。あ、違う、なんかもうすでに死にかけなんだが。あ、いや、もうかひどくよ。あんま聞かんな。それちょっと、逃げるか捕まえるかしないとまずいんじゃないですか。ロワンリキーがいるからね。お、まあ、モンスターボールですね。ここで、ピジョンに向かってモンスターボールを投げていく。塾帰りでしょうね。あー、マフェイン、あー、人影が。さよなら人影。お前逃げろ逃げろ逃げろ。逃げれって言われた。ワンリキーじゃ無理だ。ワンリキーがいる、ワンリキーがいる。逃げられない。痛い。うーわー、少年よ、それが敗北の味だ。洗礼を受けたんだけど、このポケモンの。そうで、まあちょ
ットカフェはとりあえず置いといて、それ上見てください。このねポケモンモッドの、まあ、一つのね、まあ、面白い要素なんですけど、そこにとんでもないやついますよね。とんでもない化け物が見えると思うんですけど、ここねメガ進化ポケモンがこういう風に常時メガ進化して出てるんですよ。なのでこいつ倒したらメガストーンがゲットできるから、カフェのその人影もリザードンになったら、メガリザードン倒した後だったらねメガバングル持ってメガリザードン X コアインできるよ。なれるんだ。そうなれる。ただ今俺らこいつに触れてしまったらもう溶けてしまうので、まあ、今は無視。いかつこいつ。もう今は無視だ。てか早くもう雪エリア来たな。だね。いやレベル高いんじゃないですかちょっと。雪は基本的に後半のイメージだけど、てかあれじゃない？これキューちゃんの好きなポケモンじゃない？え、どれどれで？バニプッチ？バニプッチいるよ。おお。だけど20レベルだぜ。いやちょっと高いな。いやうちのジャラコならやってくれるさ。氷弱点だけど。まあでも格闘タイプの技覚えてないのそいつ。覚えてない。バニプッチ。ワンちゃん？あでも結構入る。頭突きがね結構入る。さすが600族の申し子。うん。強い強い強い。捕まえたいな。カフェお前逆にバニプッチだったら火の粉で燃やせるぞお前。いやーこれメタれるな。メタれるけどポケモンセンターがないと。いざモンスターボール。ビジョンに駆逐されたせいで捕まるか。2、3、4やばい。キューちゃんが暴走してる。レベル20バニプッチゲッチ。俺もなんか捕まえなきゃ。一応ね元気のかけら持ってるから回復できるかな。あ元気のかけらと、あとね、実はすごい傷薬も持ってんだ。優しい。うん。どこで拾ったんですか？ポケモンセンターのね、ボックスの中入ってた。あ、そうなんだ、泥棒じゃん。ポケモンセンター、ポケモンセンターから取ってくんなよ、勝手に。だって、置いてあったんだもん。取っていっていいものだと思っちゃって。あれ、ちなみに、これ、自分のね、ステータス見るときに、あれですよ。あの、名前 R ボタンで変えれるから、ニックネーム。やっぱ自分の愛するポケモンにはニックネームつけてあげないとかわいそうなんで、ニックネームはつけてあげましょう。え、カフェ見て。どれ？温泉ある。いや温泉回復するんじゃないの。え、ここ良くない？あ、回復してる。あ、いや違うわ、我々の体力が回復してるだけだ。確かに。あ、俺ら回復するポケモンの回復はしねえんだな。できんのかな。バニプチ回復できる。出してあげたりとか。あ、回復できてる、できてる。嘘、回復してる。すげえ。おー、てかこれこの辺に転がってるこの氷の石はあれじゃない？グレーシア。イーブイをこの辺りでレベルアップさせるとグレーシアになるんですよ。いいね。メイクルが見てるぜカフェのこと。でももうカフェもポケモン全身出るから早くも一刻も早くポケモンセンター見つけないと。だってもうキューちゃん元気のかけらないよね一個しか。元気のかけらはね残り、うん、ないね。ポケモンセンターまず探しに行くか。あ、見てビビオンが飛んでる。カフェにいたってもう知らんポケモンがいっぱいおるだろうな。そうだね。第何世代ルビー様までしか知らないんだっけ。未知の世界だよ。お前どこ行くんだ。ポケモンもないくせにお前どっか単独行くんだお前。甘く見んなよポケモンの世界。厳しい世界だな。あ、ロケット団いるよ。お、7レベルならこれ勝てるんじゃない。俺挑んでいいか。もうそうだよ、ロケット団倒すのはチャンピオンの仕事だからね。そう、しかも俺が最も待ち望んでる、俺が一番好きなポケモンこクロバットなんだけど、ズバッと使ってきやがったなこいつ。だからもう俺沈んでたぞ一人。氷の世界に沈んでたぞおっさんが。凍えちゃう。ゴルバット出してきたしこいつ。お、上位互換じゃん。はい、全員倒しました。ということでレベルがねこれ17になったので、お、大一覚えた。何が起こるかというと、これ通り進化やば。虹色に光ってる。見えないけど逃げてった。おいおいおい、俺から逃げて進化すんじゃねえよお前。おぉ、カフェ邪魔だよ、カフェ邪魔だよお前。すげえ。さあジュプトルに進化したぜ。お、連続切り覚えた。いいね、色鮮やかに。いや俺ジュプトルかなあ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。小さいだからちょっと心配したけど、まあわりかし普通のサイズになったな。うん、俺ポケモンダンジョンねずっとやってたんで、ちょっとジュプトルに思い入れあるんですよ。あ、なるほど。ニックネームつけてあげよう。じゃあポケモンが一匹もいなくて病んでる君にね、それをあげよう。マスターボール。おいおいおい、マジでこんなものあるんですか。やった。なんだった。え、マスターボールじゃないの。違う、マスターボールは確か技マシンだったはず。あ、技マシンじゃないか。空を飛ぶだ。お、空を飛ぶ人やん。お前リザードンになったら空飛べるぜ。結構優秀な技マシン。そう、なんかマスターボールのアイコンはそう技マシンとか、そういうなんか強いねこだわり系のアイテムとか、そういうのが手に入る。じゃ、ここあれじゃん、ロケット団の
あれじゃん、集落じゃん、ここロケット団しかいねえ。あ、ある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 わ、ジムがある、ジムが。マジ？うん、ジムもあるんだ。そう、あ、しかも見て、カフェ。お前今、おい、あれだぞ、どれどれ、とんでもないポケモンがいる、あそこに。お前捕まえてやるって、これほら、どこどこどこ、滝登りしてる。あ、ほら、あぶれちゃってる。どこ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 、こっちこっち、お前がどこだよ。あ、そっちか。おっとっとっと、ほらどれ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 、これ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 、ね、強いんだよ、こいつやば。え、カフェさ、え、モンスターボール持ってるでしょ、今。あるよ。それあれだよ、ポケモン戦わなくても相手体力マックスな状態、ほら、落ちてる、お前やばい。お、カフェ、お前18レベルだぞ、こいついや、でもなかなか無理だな、ダメージ与えてないと。じゃあ俺が取っちゃおう、まあ、悪いけど、このコイキング俺のもんだからな。キュウちゃんが、あー、僕よし、倒した倒した。これレベルアップ、そろそろ足回り。足回りの中間進化ってどんなんだっけ、俺名前覚えてないよ。あ、名前確かに覚えてない。御三家の中間進化ってなんか全然印象に残んないよね。うえん、テイルーナとか、ヒバニのラビフットとか結構可愛いんだけどな、中間進化でも。あいつ何やってる。ポケモンセンターが険しい場所にありすぎて愚かなる取れないんだ、あそこに。はい、回復させてやれってお前。いつまでお前ポケモンセンター行けずにお前手間取ってんだよ。え、一回回復させた会社、もう一回ちょっとね、万丈死して。なんか向こうにあったよ、もう一個あの村。そこじゃなくてもいいんじゃない。嘘。あ、でこのなんか湯気立ってるところは、これ透明アイテム。あ、た、わざましい卵海。卵海ってラッキーの専用技じゃなかったんだ。わざましい本編のやつもあるんで。で、ここにあるのが一応ね、ジム。このなんかアスレチックみたいなのが、何ジムかわからんけど。ジムなんだ。そう。で、今の俺たちなんかレベルはこっちのレベルと同じレベルになる、ジムは。けど出してくるポケモン激強いから多分勝てん。お前、俺が見つけたモココだぞ、これは。どっから湧いて出てきたんだよ、お前。まあ、これ早いもの勝ち。お前じゃいいよ、お前勝てねえだろ、そいつに。まあ、まずは煙幕かな。マジでどっから湧いて出てきたんだよ、お前。俺もこっそり単独行動してると思ったら、なんか、しょうもね名前つけやがってよ、しかも。何がかげろうだよ。考えることは一緒っちゅうことっすね。ミスれ。あ、絶対勝てん、まあ、絶対勝てん。煙幕当てて、まず火の粉当てる。いってしない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 。いってぇなぁ。あとモンスターボール何個？19個。なんでこいつだけこんなモンスターボール持ってんの？もうモンスターボール1個しかない。まあ、初心者だからな。おい、ふざけんな。取られたんだけど、俺のモココ目の前に。モココ、お疲れっす、じゃあまたね。あれ、モココってメリープの進化系？うん、しかも15レベルだからさ。おぉ、あれ、コイキングじゃどうしようもねえもんな。なんだこれ、なんかさ、あ、ちょっと待って、おい、落ちたの。俺の相棒ポケモンいたんだけど、しかもなんか雪の中に埋まってるわ、こいつ。ゴルバット、ちょっと誰か近くいないかな。これやばいだろ、これ。キュウちゃん、うん、30レベルだからちょっと捕まえれるか怪しいけど。あ、アローラサンド見てこれ。え、捕まえてくださいと言わんばかりに。これゴルバットさ、前回俺捕まえるのめっちゃ苦労したよね。なんか上ずっと飛んでてさ、まあ、そうだね。そう、なんか積まないといけなかったから。いや、こんな、ちょっとこいつどうやって戦ったかも。これ解き放った瞬間逃げていかないかな、これ。ちょっとどうなったの。ちょっと待って、いた、戦いたい。戦いそう。いや、なんか、わからん。どこに判定があるのかわからん、こいつ。なんとか戦闘には入れたわ。戦闘に入れたはいいが、どうやって捕まえよう。あー、殺しちゃった。頼む、ダークボールで捕まってくれ。なんだ、異次元みたいなとこ行った。1回、2回、3回うわーうわー。しかも目の前が文字通り真っ暗になったわ。助けてくれ誰か。あー、なんでこれ、俺どうなったの、これ。なんかゴルバットに負けたら異空間連れて帰ったんだけど、
まあ、もう全部が透き通って見えるダンゴロがいる。何あのモヤモヤしてんの。はい、それじゃね、あれからまあ30分から1時間ぐらい、おのおの好きなポケモンと武者修行にね勤しんでもらったわけですけど、まあチャンピオン自ら2人をね相手してやってもいいと思ったんですけど、まああれだな、そっち2人で勝負して勝った方が俺に挑むっていう、そういうシステム、うん、やっぱ いきなりね2人がかりっていうか、そのまだ相手にする価値もないやつが多分どっちかおると思うんだ俺。あー確かにね、そう、それを見極めるためにもまず2人でやってみてくれんか、このね、Qちゃんが即興で作ってくれたポケモンスタジアムで。すごいね。そう、実況解説は俺がするわ、お前たちのポケモン。あ、ほんと？ポケモンの、うん、さあやってまいりました、1回戦ミニスカートの吸血鬼 VS 塾帰りのカフェイン。さあお互い出したポケモンはこれはジャラコ VS 人いつまで人影なんだよお前あージャラコね、なるほどね。レベルは14レベルが上限に設定されてるんで全員14レベルです。カフェの人影が弱すぎたため、まずはこれかな、とりあえず様子見のこれかな。そこでお互い何を繰り出すか。何カゲロ煙幕、ポケモンダンジョンと勘違いしているのかドラゴンテール、空振り状態。あ、避けられた。おー、煙幕のおかげでドラゴンテールを避けていく。すね、ドラゴンテールなんて覚えてるのか、ね、しょうがない、ここは視点変えるかったわ。いける、ね、さあ引いた、入れ替え、チョッパ ー、お、進化しているあれは。どう、おしゃわりに進化したんだ。あ、おしゃわりかわいいな。だからそして火の粉を半減で受けていく。おいけいけいけ、さあこれに対して短パン小僧、あ、おお、モニカ、おいドキドキ文芸部モニカといえばドキドキ文芸部を沸騰する俺の目の前から奪い去っていったモココがここに来て登場した。まずこれかな。あ、下げる、面白いね。交換戦が繰り広げられていますね、すべて半減で受けると。いや、二人とも初心者にしてはなかなかポケモンバトルの筋いいぞ。いいぞ、避けていく。いや、くそ、避けるか。電磁波が当たんなかったのはもったいない。くっそ、今の当たってほしかったな。命中90なんでね。さ、もうカフェインがモココと一体化している。たくん、電気ショック覚えてんのか。だが、ドラゴンタイプには電気効かない。くらえ、ドラゴンテイル、なんか出てきたぞ出てきたさっき捕まえたゴースター、これこことここでやるってことね。でも絶対距離的に無理だけど。無理だね。誰のゴースこれ。え、いや、それ誰のゴース狭い自然発生ゴースさっきなんかノラでいたこれ誰のとか言ってキューちゃんが必死に作ってる間に実は捕まえていた。いや、見つかっちゃったな強くね。ナイトヘッド、うん、14レベルナイトヘッドは強い。よし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 、いいぞ。しなるね。ドラゴンテールでコロ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 変えられてしまう。シンプルにいいな。このレベル帯のドラゴンテール威力高くて強いからな。だね、電磁波か。電磁波がついに当たった。いけ、よし、ドラゴンテール当たれ。よし、いった。モニカが死んでしまった。ただしドラゴンテールは確定で高校になってしまう技なので。なるほどね。相手が先制をつける。ただ先に1本リードしたのは出たゴース。ナイトヘッドが一貫して炸裂してしまうのか。いや、これナイトヘッドが通ったらそうだよね。いや、生きてる。おい、さっきのきた。おい、どうやってダメージ感覚がおかしくなったバグってんぞ。もうカゲロウ一体おしゃまりがいる限りもう勝ち目がない。サレンダーしてくれ。やばすぎる。もう君に勝ち目はないとりあえずまずは一体。お、よし、いけいけ嵐。まずこれ。ニックネームすら付けられていない雪嵐が来た。あんだけ愛を込めて育てろと言ったにもかかわらず、雪嵐。ゲームシーン。雪嵐にもゴーストにもニックネームを付けない奴ら。少しは付けてほしいところ。影分身。影分身。だから無駄な無駄な遅延行為によって人影が痛められている。おしゃまり水鉄砲撃てば終わりなのに謎の遅延行為で。遅延、嘘でしょ。弱すぎる。ヒューゴー動いてないの？なぜ氷タイプに引っかいてしまったのか。あの人影にもう闘志は灯っていないのか。やはり炎は消えていたのか。おっと、ここで思い出したかのように火の粉。そういえば氷タイプに炎は弱点だったと思い出しましたか、フェイン選手。だが、オーケー！お、2体、2体撃破。だがもうナメップは終わり。ただ全部のポケモンを見せたかっただけの吸血鬼のチョッパー。いやー、やばいなー。はい、
ただ素早さは当てやじった。おじゃくっそー、やったーい。煙幕のワンチャンすらなく先制アクアジェットで。おい、それじゃあ俺のチャンピオンタイムを見せてやるか。カフェはよく見とけよ。ポケモンバトルの戦い方ってやつを教えてやるよ。ちょっとお願いしますよ。まずはね、この秋道長寿から行こうか。秋道長寿、秋道長寿舐めたらこいつなんと特性復眼 1.3 倍命中率よって眠るような 97% の確率で貴様は寝る。なぜ秋道長寿、さあ秋道長寿はここ何をするかというと壁を張っていく、光の壁。なんこのガチ構成ね。ただ、残念ながら攻撃技を覚えていないという事件。ここで、秋道長寿交代。やば、なんで鱗抱き、鱗抱きでかも、元水柱鱗抱き、氷。よし、アイスさん起きた。白い霧、白い霧ってなんだ。ちょっと待って、チャンピオンにもわからないことある。黒い霧はよく使われるからわかるけど、白い霧はよくわかんない。さあ、鱗抱きを止められるか、お前威嚇だ、ワンパンマン強くないか。同じレベル、噛みついただけでも全てを滅ぼすこの火力、壊れてやがる。強すぎだよ。何がアイスちゃんだよ。おい、イチゴちゃんとかアイスちゃんとかお前あんま舐めたことしてるとお前ただここはちょっと有効だがないな。引くぜ秋道長寿、長寿チャンボイス効かねえな。丸くなるだぜ、ま、丸くなる、なんだ。なるほど、硬くなる感じ。その通り。転がるとか持ってんのか。いや、ちょっとここは俺のやっぱエース MK レオ、 MK レオ世界最強のスマブラプレイヤーで19レベルやん。まあ、ハンデね、ハンデよ。いや、アイスちゃんいないの辛いな。メガドレイン、丸くなられてもね、特殊なら関係ないと。くれ、オークミンダだ。なんかだと3回か。いや、これメガドレインで回復追いついてんな。まずい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 。そんなチャチな火力でうちの MK レオを勝とうとしてた、お前大間違いだからね。塾帰りの少年カフェインはまだ何もついてこれてない。いや、高度な戦いですね。お前は我慢、氷タイプに火の粉が入るということだけ覚えといてくれ。いや、少ないか。真昼か昼むか半減だけど動けない。いちごちゃん頑張ってくれ。君はもう噛みつかれるだけ。こっちにはな、最強の秘密兵器があるんだよ。何？さっき見つけたアイテムを使うぜ。何をする気だこいつ。おい、お前元気の塊だぞ。何？こいつ真剣勝負にアイテム持ち込んできやがった。真剣？うるせえな。お前いやいっすやん、こっからだ。なんてことだ。俺また分からなくなってきましたね。なんかレベル上がったぞあいつ、ジュピトルが。ありがとう。お前そんな汚え野郎とは思わなかったぜ。アイスちゃん頑張れ。だがアイスちゃんはヒルンで動けない。あ、元気の塊が元気の塊がなくなった。まあやっぱり、まあでもなかなか思ってたよりは二人とも筋は良かったかな。本当ですか。うん、まあ、戦い方、まあ、俺がちょっとこの20レベル台でもね強いやつを見つけてきてしまったと。君たちはまだ進化前のポケモンだから。ジャンさずるいですよ。はい、じゃあということでね、今回パート1はここまで。どうでしたか二人とも。いや、そうだね、こう僕は初めてだったんですけど、かなりちゃんとポケモンしててすごいなと思いましたね。あ、このマイクラモッド、あ、ポケモンモッド自体がちゃんとね、これ本作仕様がすごくて、そう、ちょっとびっくりしたな。キューちゃんは、ね、私もね、あの前回のポケモンマイクラモッド、あの参加させていただいたんですけれど、はい、割となんか目標とか達成できてなかったりして、あと欲しいポケモンを捕まえたり、そのポケモンを進化させるってことが全然できてなかったので、今回はね、この企画でもう全部自分のあの好きなポケモンを最終進化まで上げて、チャンピオンにね、無事勝つことができればいいかなって思っております。あ、ちなみに、俺はクロバットを相棒ポケモンにするのかってなんだけど、キューちゃんとカフェの一番好きなポケモン何？え、そうだね、ゾロワークかブラッキーかなって思ってるんだけど。カフェは？まあ、俺はちょっとやっぱゴースゲットしたらゲンガー欲しいとこっすね。お前もうこれからゲットする目標立てろよ。なんでもうすでにいるやつなんだよ。
なみにゲンガーも通信交換なんで進化できません。えっ、僕ポケモンまだあんまりにわかなんで新しい相棒ちょっと探す旅かな。あ、いいじゃん。まあ、リザードンとかハッサムとかは好きやけど、ちょっとあ新たにね見たことないポケモン探すか。そうだね、ハマるやつがいると思うので、はい、ちなみに見てください、見てください。え、どこ俺探してみ。え、お前どこ行った。おい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 乗れんのかいそれ。お前の人影もリザードになったら空飛べるぜ。ゴース乗れへんのか。ゴースはさすがに乗れへん。いいなぁ、はい、で、このシリーズの最終目標、あ、このシリーズの終焉は僕が君らに負けた瞬間終わりです。あ、いいね。マイパートマイパート戦っていって、俺がお前たちのどっちかに負けた瞬間にこのシリーズは終了します。なるほど、めっちゃおもろいなそれ。面白いねそれ。そうだから、ちゃんと次回からも死ぬ気で戦ってください。で、俺そがれているかないから。ああ、オッケーオッケー、本気でやるから、ね、めっちゃおもろいな。はい、じゃあそれでは次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。せーの、前向け、カフェ前向け、まあいいや、ジプトル、ジプトル、ジプトル、こっちを向け、こっちを向け。ハハハハ。